いいね、ナイスキャッチ、やりましたで、どこから今ボール飛んできたんですか？これ番組の約束となっておりまして、これをやらないと始まらないという形になっておりますので、お付き合いください。はい最初に2人が調査しにやってきたのは東二番町通り沿いにあるルイ・ド・レトワール。フランスの家庭料理やパティシエが作るスイーツが楽しめるお店です。さあスイーツ選びましたけれども、エリーさんのはこれは、はい、はい、私はこのお店の名前と一緒のルイ・ド・レトワール、はい、やっぱりお店のねおすすめということで、見た目も可愛いので、これにしました。私はですね、はい、もう季節が季節ですので、ね、やっぱりモンブランと。これ私の勘だと美味しいモンブランです、この見た感じ。かなので私すごい迷いました、どっちにするか。そうなんですか、はい、私モンブランに結構うるさいので。あ、結構プレッシャーかかりますね食べるのに。食レポ大事ですよ。美味しい、美味しい、うん、あのムースも入ってるんですけど、サクサクした食感もあって、へー、すごい美味しいケーキです。あ、そうですか、うん、でちょっと甘酸っぱくて、はい、あ、これはいいですね、もう女子におすすめですよ。さすがお店の名前がね、うん、ついているだけありますけれども、うん、中の生地なんですか？なんかサクサク、あ、サクサクですよね、サクサク生地、ほらすごい、よくわかりましたね。サクサク生地が好きなんです。あ、これじゃなきゃやっぱダメなんですか？そう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 、うん、やっぱりモンブランはサクサクがないとね。そうそうそう、うん、楽しい、美味しい、美味しい、絶対これ美味しいだろうなと思って、うんうん、いや、これは美味しいモンブランですね。住んでるところにこんなお店あったら。私今娘が小学2年生なので、はい、ママ友付き合いをねしてるんですよ、はい、ついに私も、はい、なのでもうママともランチ会とかお茶会したいですね。エリさん、あの仙台の印象ってどういう印象あります？もう仙台は10代の頃からお仕事で来させてもらってて、ええ、やっぱりねショッピング楽しいんですよ。ああ、そうですか。5番の目のね形にもなってて、はい、この中心部は、うん、なので街歩きも楽しくて、ええ、で交通機関もすぐ近くに結構まとまってて、そうなんですよ、うん、便利なところ結構ありますから ね住みやすいなと思いました。さらにこの美味しいものとかね、美味しい、住環境を本当にこう豊かにしてくれるようなところが ねたくさんありますから、いい街ですね。いいと思いますよこれはね、はい、いいね。さあ続いては和菓子です。、はい、こちらはですね、愛宕上杉通りからちょっと中に入ったところにあります玉沢総本店です、うん、いただきます。はい、どうぞ。はい、こちらいただいているのはですね、玉沢総本店の看板商品黒砂糖饅頭なんですが、いかがでしょうか？もうすっごい美味しいです。ですよね。この黒砂糖の風味も美味しいんですけど、この皮がすごいもちもちしてますね。触っても分かるぐらい、はい、秘密は何ですか？こちら熊本県産の葛粉を使用しておりまして、そちらの葛の成分でこのようなもちもち感、はい、あの葛餅のもちもちの、そうです。あー美味しい。私知らなかったんですけど、うん、あれ粒あんもあるんですね。これダイナゴン黒砂糖饅頭って言うんですか？そうなんです。ちょっと、ね、食べていいですか？食べてみてください。おお、これまたあんこの風味がね、しっかり口の中に広がりますから、あ、これはこれでまた美味しいですね。ありがとうございます。こちらの小豆なんですけれども、うん、丹波地区のダイナゴンという少しあの品質のいいあの高級な小豆を使用しているので、プレミアムなお饅頭としてお客様からも、はい、お声が多いです。そうだと思いました。ありがとうございます。そうじゃないかと思いました。そっちもいいな。すごいプレミア感あります。プレミア感あります。すごい。じゃあ次はそっち食べよう。どちら好きですか？粒あんとこしあん。私はこしあん派なんですけど、今の聞いたら、あ、粒あんもいいなって。ちょっと気になってたんですけど、はい、あちらにあるのは何ですか？上杉工房って書いてありますね。佐々木さん、当店であの、作りたてにこだわった商品を出すところになっておりまして、実演で作っているところあの見られるところになっております。当店和菓子屋ではあるんですけれども、洋菓子にも力を入れておりまして、若い方にも楽しんでいただけるようなお店にしたく、はい、洋菓子の方にも力を入れております。はい、作ってすぐお店にお出しするっていうことですもんね。そうですね、朝一番に焼きたての焼き皮ですとか、あとはシフォンケーキなども置いてはあります。シフォンケーキとかもあるんですね。
作ってるところ実際に見られると安心感もありますよね。そうですよね。あと子供がねすごい喜ぶんですよ、作ってる家庭。それはね、と職人さんの気が散るんじゃないかなと思うぐらい。結構土曜日日曜日だとお子様連れのご家族様も多くいらっしゃって、そうですよね、はい、見てもいいんですよね。あ、もちろんです。もうじっと見ちゃっても大丈夫なんですよ。はい。それ子供喜びますね。黒砂糖まんじゅうはお土産にぴったりです。いいでしょう。いいね。嬉しい。さあ、青葉通にやってまいりました、はい、ここは西公園、そして地下鉄東西線の大町西公園駅があったり、住環境も素晴らしいエリアになっていますね。この欅並木のね、緑も綺麗で、これからね秋が深まっていくと紅葉もするでしょうし、はい、やっぱ私のイメージする仙台はこういう街並みの景色です。そうですよね、で、はい、この辺で百貨店もあるんですよね。はい、近くにあります。便利じゃないですか。そうなんです、便利ないです。さあ、続いて紹介するお店はですね、こちらカカオ亭です。カカオ亭、はい、ってことはチョコレートですか。です ね、 ね、わー楽しみ。はい、あ、かわいいお店、ね、お邪魔します。お邪魔します。わ、綺麗に並んでる、ね、本当ですね。すっごいいい香りがもう。ありがとうございます、はい、お腹空いてきた。こちらのチョコレートの特徴といいますと、はい、弊社 の、 販売しているチョコレートはですね、京都から仕入れております。京都の和風をモチーフにしたチョコレートのお味が特徴となっております。中でもおすすめってありますか。はい、はい、おすすめはですね、こちらのショーケース一番上段にございますカカオキュートという商品が一番のおすすめとなっております。これいろんな味があるんですか。はい、こちらのカカオキュートですね、うん、3種類のお味ございまして、抹茶のお味、ほうじ茶のお味、それからブラックチョコレートのお味と、こちら人気の3種類のお味になっております。ではほうじ茶、はい、いただきます。すっごいほうじ茶の香りする。本当ですか。はい、おいしい、美味しい。これ大好き、本当ですか、ね、すっごい美味しいです。はい、ありがとうございます。洋風なのにちゃんと和のなんかエッセンス入ってて、初めての感覚です。本当ですか。美味しい。この私のブラックですね、そのままですかね、ちょっといただきます。はい、もうほんのり苦味があるんですけど、大人の味ですね。大人、いや、これは、はい、本当にコーヒーとか紅茶と一緒だとこれ合いますよ。これはこれからの季節ぴったりですね。こちら当店でおすすめの飲み物になっておりますので、どうぞお召し上がりください。ちょうどね、あったかいもの欲しくて嬉しい。カカオでしょ、はい、これおっしゃる通り、はい、こちらカカオニブを使用したカカオティーという商品になっております。ほんとココアと紅茶の間みたいな ね、 ね、本当にそう。おいしい。最初ちょっとね、甘い香りがしたんで、ね、カカオのそうそう、これ甘いんじゃないかなと思ったんですけど、そうそう、ちゃんとね、そうですね、いい感じの苦味も ね、 ね、効いてて、もしかしてミルク入れても。あ、ミルクも、はい、おっしゃる通り、とても合いますので、はい、これだからちょっとコーヒーが苦手な方でも、はい、これでしたら、そうですね、コーヒーの苦味が苦手な方でもお召し上がりいただけるんじゃないかなと思います、ね、いや、本当に、いいですね、なんか、なんか落ち着きますね。ありがとうございます、ぜひチョコレートと一緒にですね、お召し上がりいただければ、はい、癒されてます。落ち着く香りとね、いい、ありがとうございます。いいね。さあ、長町にやってまいりました、はい、もうこのエリアは新しいマンションができたり、新しいお店ができたりと、本当にどんどん様変わりしていくエリアなんですよね。で、はい、次に行くお店なんですが、あちらです。え、はい、焼肉屋さんですか。焼肉屋さんです。ちょっとしょっぱいもの挟んで次に備えるみたいな。そういうんじゃないです。え、違うんですか。あそこに焼肉屋さんにスイーツがあるんです。またまた。あるんです。あるんですか。あるんです。どんなスイーツだろう、はい、ちょっと行ってみましょう、はい、お店の中にスイーツがあるということなんですが、はい、うん、あ、ここですね、はい、すごいプリンのお店って書いてある。書いてありますね、ね、
プリン屋のプリンはしっとり滑らかな食感と昔懐かしいしっかりした食感の2種類、焼く温度や時間、甘さなど数千回以上の試作を重ねて完成したこだわりのプリンです。あのプリン2種類ありますんで、はい、それぞれちょっと違った味なので、食べてみましょう、はい、エリーさんのは濃厚まったりのプリンですのでどうぞお召し上がりください、はい、いただきます。ほんと濃厚、美味しいです。あ、もう後味もこうクリームの美味しい、後味もずっと美味しい。ずっと美味しい。いいですね。どうですか、はい、じゃあいただきます。私にはすっきり味ということなので、確かにすっきりですけど、ちゃんとあのプリンの旨味が口の中に丸く広がるような、あ、そう、丸い、滑らかですから、優しい味ですね。優しい味なんです。いやいいですね。いや美味しいです、これ。ありがとうございます。美味しいです、ね、ちなみに焼肉屋さんの中にあるじゃないですか、はい、これ焼肉を食べないとこのプリンは食べられない。きっとそうですね。焼肉を食べた後も食べれるんですけども、あの焼肉を食べなくても買いに来られるお客様もいらっしゃいます。あ、いらっしゃいますか、はい、それでもいいんですか、はい、これだけを買いにこちらのお店に伺っても大丈夫。はい、大丈夫でございます。あ、そうなんですか。それはありがたいですね。ちなみにこれ特徴としてはどういうところですか、うん、はい、こちらの竹取ファームさんの卵と蔵王の牛乳、あとは和三盆の方を使っております。和三盆、珍しい、はい、優しい、体にもね、いいですね。そうなんです。いやこれはね、これみんなにお勧めしたくなったんじゃないですか、ね、うん、焼肉行こうかじゃなくて、プリン食べに焼肉に行こうか、ね、いいですね。セットになりますね。なりますもんね。いやー、いろいろ食べてきましたけれども、もう中いっぱい、ね、全然、まあ、全然まだまだ入ります。あ、そうなんですか。こうブラブラ歩いてるのもね、楽しいですよね。確かにそうですよね。なんかあの看板気になります。多肉植物って。本当ですね。ね、ちょっと覗いてみましょうよ。いいですね。ねえ、太白区長町7丁目にある千図ベース、はい、かわいい。自宅に作った温室で多肉植物や豆盆栽などを300種類以上販売しているということで。多肉植物ってどんな植物のことを言うんですか。多肉植物っていうのは、はい、結構お水が少ないところ、荒れたところ、厳しい環境でお水を体の、ね、どこかに蓄えて生きている植物なんですね。だからお水のやりすぎで割と腐っちゃったりすることもあるんですけれども、ね、まあ、水やりの回数も少ないのでね、忙しい人には持ってこい。あ、本当ですか、はい、室内に置いといてもいい、はい、室内はね、種類によります。あ、うん、植物は基本的に外。あ、そうなんですね。まあ、いいんだけれども、まあ、ベランダで十分。あ、そうですね、うん、ベランダだったら、で、冬の間は家の中に日当たりのいいところに置いてあげると。あ、そうなんですね。やっぱ寒さは苦手なんですか。宮城はね、寒いの。あ、寒すぎるってことか。多肉植物の魅力ってどんなところだと思う。個性。あ、ここにね、ちょっと形とかそういうの育て方がちょっと微妙に違うんですよ。へえ、うん、なのでそういうので自分の好みに合った植物に出会うという楽しみもありますね。愛嬌ありますよ ね、すごいね、かわいい、うん、じゃあその辺に魅了されて、はい、こういう店をと思われたんです。あ、なるほど。そうなんですか。はい、これも多肉植物になるんですか。っていうんですね。知らなかった。あ、そうなんです。これはね、マニアさんの間では芋って呼ばれてるんです。芋、うん、芋、うん、芋っぽい見た目がもう芋だ。里芋みたい。そうそうそう、開墾植物、コーデックスっていう風に言われてるので、うん、じゃあ我々も普通の会話で芋いいよねって言ったら、はい、相当スーになりますか、はい、これ。多肉植物入れた。この辺りはね、はい、下町のような雰囲気で落ち着いてますね。はい、で次にご紹介するお店がですね、はい、こちらです。お、はい、仙台マカロン、これ洋菓子のマカロンに似てるんでしょうか、ね、気になりますね。お菓子なんでしょうか。では行ってみましょうか。はい、はい、青葉区小田原にある仙台マカロン本舗。お店の名前にもなっているお菓子を90年以上も作り続けている町のお菓子屋さんです。あの仙台マカロンってどんなお菓子なんですか。うちでだいたい
もう90年ぐらいになるんですけど、落花生をうちで煎って粉にして、はい、砂糖と合わせて練り上げて焼いたお菓子です。あの名前がマカロンに似てるなって思うんですけど、やっぱ向こうから来たお菓子なんですか？もともとはイタリアのお菓子だそうで、向こうはアーモンドパウダー使うけれども、まあ当時日本にはなかったと、はいはい、で落花生を使ってやるようになって、うちの祖父がこう職人さん呼んできて作り始めたみたいですね。90年ぐらい経ってますから、もう洋菓ジャンルは洋菓子でも、お客様にとってはもう和菓子みたいなもんですよね。もう馴染んでるんですね、はい、仙台マコロンの味はプレーンの他にチョコやごま、黒糖もあるんだとか。おすすめはプレーンですね、まずプレーンは。そうですよね、基本はね、はい、はい、あ、かわいい、コロコロして。いただきます。うん、うん、いい音、おいしい。あの落花生の香りが、 ありがとうございます、うん、でサクサクって軽いですね。他のこう小麦粉とかね入ってないんですよ。小麦、だから香りが強い。強そうですね。そういうことなんですか。手作業で作られてるんですか。そうですね、そこのあののして型で抜くっていうのは手なんですよ。機械だと昔やって失敗したんですけど。どうなっちゃったの。落花生の粉と油が分離しちゃって、ガリガリになって香りがなくなって、結局あのやっぱり手だなと。まろやかな、ね、感じがしますね、なんかね。人の手が加わってるのね。この優しさはそうですね、人の手でできてるから、人の手でないとね、ちょっとうまくいかない、できないお菓子なんです。そうですか、すごい。この辺はどういう町ですか。昔から閑静な住宅街、静かな、あの昔からの人たちが住んでいるところで、まあ、駅にもですね、まあ、私の足で歩いて15分ぐらい。あ、近いですもんね。だからいいところですよね。ですね。なんかその町にこのお菓子が合いますもんね、なんかね。ほっこりしますね。ありがとうございます。仙台マコロン、いいでしょう。いいね。いいね。はい、若林区卸町にやってまいりました。はい、この辺りも仙台地下鉄東西線が開通しまして、新しいお店ですとか建物ができて非常に発展しているエリアでもあります。そして9月には大型商業施設もオープンしまして、ますます発展して活気づいている街ということ。なるほど、どんどん便利に暮らしやすくなってるエリアなんですね。はい、次に調査するお店は町のケーキ屋さん。店名のボアさんとはフランス語でお隣さんという意味で、気軽に立ち寄ってほしいという思いが込められているそうです。いや、たくさんの種類のケーキやお菓子が並んでて、なんか空気まで甘くて美味しいですね。本当にね。こちらでは何種類のケーキがあるんですか。時期によって違うんですけど、はい、20種類のケーキと、あと焼き菓子とかおやつ菓子を、たくさんご用意してまして、だいたい100種類ぐらいは店頭に並べてます。はい、はい、食べる楽しみの他にも、はい、やはりお客さんにいろいろと選んでいただきたいので、たくさん揃えてます。やっぱりケーキというと、特別な日ね、誕生日みたいなイメージありますけど、ありますね。その他にこう食べたくなる時って日ってあるんですか。ですか。いや、もうしょっちゅうありますよ。ちょっと食べたくなる日はしょっちゅうなんですけど、やっぱり娘が今バレエ習っていて、その発表会頑張ったねだったり、そういうご褒美のケーキっていうのはね、大事にしてます。確かにそうですよね。もう親子揃ってケーキ大好きで、はい、結局食べちゃうし一緒に。あ、私も食べない。便乗して。ですよね。さあ、エリーさん決まりましたか。迷いますよ、ね。全部美味しそうで、このチーズケーキすごい濃厚そうですね。そうですね、クリームチーズとリコッタチーズを入れて、結構濃厚に仕上がってます。おいしい。このブルーベリーでちょっとさっぱり。そうですね、ジャムと一緒に召し上がって。これもあと、こっちやっぱ新商品とかね、ついてるともう気になるんですけど、これはどういうケーキですか。じゃあ、シュトロンベルフランボワーズ。もう下、シュトロンベル、こちらライム味なんですけれども、そのムースの中にフランボワーズのジャムが入ってましたので、開けてみるとトロッと流れるようなですね。はい、きっと色も綺麗ですね。ですね、きっとね。迷うけど、この2ついきますか。お土産に、はい、ありがとうございます。